6その晩、エンダービーはまた寂しさにガリバーに話を仕掛けますと、ガリバーはじきそばへ寄ってきて耳をすまして聞きました。エンダービーは今夜は平気でそばに置きました。人間も寂しいあまりには際どいことにも存外平気になるものです。その翌日になると、 両食にしていたビスケットがもうほとんどなくなってしまいました。エンダービーは自分の運命ももういよいよこれまでかしらと思ってがっかりしてしまいましたが、ほど経て不意にまた気仙の煙が見えてきました。船は確かにこっちの方向へ進んでくるようです。エンダービーはそれでもってまたにわかに元気づいて船まではまだ 四五マイルの距離があるのに、もう大声で叫んだり、上着を脱いで振ったりし始めました。おい、ガリバー、船が来るよ、ほら。と、エンダービーは、上着をフりフり叫びました。しかし、こんなところから騒いだところで、船からは見えも聞こえもするはずはありません。エンダービーは、まもなく自分の慌てさ加減に気がついて、座って待っていました。 ガリバーもそばへ来て座りました。その時エンダービーは初めてガリバーの頭へ手を乗せました。すると犬はエンダービーの顔を見上げながらパタ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 と飛び立つようにして尾を振りました。エンダービーは軽く手のひらでなでなでしてやりました。しかし心の内ではまだ決して油断はしませんでした。 ガリバーの頭は毛のスベスベした大きな頭です。触ると骨がゴツゴツしていかにも頑丈にできています。エンダービーはだんだんに首のあたりまで撫で下ろし、それから背中を撫で横っ腹まで撫でてやりました。ガリバーは非常に喜んでクンクン言いながら大きな胴体をエンダービーの体へ持たせかけ首を縮めて エンダービーの片足の靴を舐め出しました。エンダービーはそれを見ると自分が今までこの犬をすっかり誤解していたことが初めてわかって自分ながら優に言われず恥ずかしい気がしました。ガリバーはパタパタと尾を振っていつまでもペロペロ舐め続けます。エンダービーはもはやガリバーに対する恐れも不安も すっかりなくなってしまい、互いにし続きのような理解と友情とが湧き上がってきました。本当におとといから二人は様々な苦しみと戦いを共にしてきた。こうなれば犬というものもちっとも恐ろしい獣ではない。ああ、犬。犬という名は何という響きのいい名前であろう。こうして 私を舐めてくれる。しかも、私のために、直に手を舐めることの汚れを遠慮して、わざわざ靴を舐めるのだ。おいおい、なめろ。俺の手を舐めろよ。と、エンダービーは、ガリバーの上品さを、むしろ恨みに思いながら、感情に余って、いきなりガリバーの首に両手をかけて、ぐいぐい抱きしめて、大ずりをしました。 エンダービーはもうガリバーが可愛くてたまらなくなりました。一方、汽仙はまだるっぽいほどのろりのろりとやってきて、やがてようやく一マイルばかりの距離まで来ました。見ると、なんだかこのイカダのそばへは近づかないで、遠くの方を横切り去ってしまいそうな気がします。エンダービーはそれでまた慌てて、 大声を上げて叫び続け、上着をふりふりしだしました。船は、ずんずんこっちへ近寄ってきます。しかし、いくらどなっても上着を振っても、一向気づかない様子です。ああ、あっちの方を通る、おーいおーいと、エンダービーは、チガイのようになって叫び続けました。こっちの方向へ来るには来ても、 エンダービーからは、だいぶ離れた横手の方を通り過ぎようとするのです。エンダービーの目には、戦況にいる船長の姿も見えます。その下の甲板にいる人影もありありと見えます。こちらは無論、水面と同じ低さに浮いているのだけれど、それにしても、あの人たちの目に止まらないことはないはずだ。エンダービーはこう思って、やきもきしているのですが、もう、 声が枯れてしまって怒鳴ることもできません。エンダービーはふと考えついて、おい、ガリバー、うなれよ、と命じました。するとガリバーはすぐに、わーう、わーう、と、満身の力を絞って、まるで死しか謎が叫ぶような大きな声でうなりました。首を高く突き上げ、 口を噴火口のように開き、脇腹へ脈を打たせながら、続けさまに、うわーう、わーう、とうなりまくりました。そうだそうだ、もっともっと、もっとしっかり、とエンダービーは、薬きになってうながしました。ガリバーは、また、繰り返し繰り返し、うなりました。すると、みるみるうちに、 船速へ多くの人が集まり出しました。やっと見つけてくれたらしいのです。エンダービーは、おーい、おーい、としゃがれた声を絞って踊り狂うようにして上着を振りました。まもなくエンダービーはその船の甲板へ引き上げられて安心してパタリと倒れたなり、とうとう、 24時間の間、コンコンと死人のように眠り続けました。明る日の同じ時間ごろにエンダービーはひょいと目を覚ましました。見ると、ガリバーはエンダービーの寝かされている寝台棚の下へ来て付き添っていました。ガリバーはエンダービーが目を開けたので、くんくん喜びながら大きな前足を上げて、 エンダービーの腕に取り付きました。エンダービーはポロポロ涙をこぼしながらガリバーの足を握りました。エンダービーはその後だいぶ長くこの犬を飼いいたわっていましたが、犬はとうとう2、3年前に病みついて死んでしまいました。エンダービーはよく涙を浮かべてはそのガリバーとの最初からのことを しみじみと人に話して聞かせます。